し間に合う。追いついた。二塁ランナーをすかさずタッチアップ。独特の走塁フォーム、早い早い。あーくそ。おっと、三塁も蹴った。え、三塁コーチ慌てている。これはどういう判断か。本塁はさすがに厳しそうだ。ボールが返ってきてアウト。スリーアウト。いやそりゃそうだろう。チェンジだな。こっから逆転だぜ。ごめんな千鳥、俺ばっか盛り上がって。うん。あーっと、そういや実際に球場来んの初めてなんだよな。試合ちゃんと楽しいか。うん。そうだ、飲み物いるか。あそこちょうど売り子さん来てるし。うん。そうそう、あの売り子さんの背中のタンク、実はロケットなんだよ。飲み物売りつつ客席回って、危ないフライとか来た時に手元のボタンでブシーって火吹いて飛ぶからフライングキャッチ。へえ。すいません、冗談っす。うん、知ってる。さすがに球場でスケッチブックはしまわね。ていうか座ってくれない？見えないんだけど。え、ブルペン。え、見えないと調子とかメモれない。ちょ、それ絵じゃなくてスコア。7回目で6回裏の攻撃は8番レフトイオリ。ほら呼ばれてる。え、順平の打順でしょ。は、え、順平さん。どわ、アイギス、なんでここに。さあ、ダイヤモンドがお前を待っているであります。あ、行ってらっしゃい、順平。ちょ、全く訳がわかんない。じゃあ首つかむのやめて。オーバー、130キロであります。土食った。ここはさあ、表の攻撃を無得点に抑えたところで、バッターボックスに入りましたのは8番レフト伊織純平。え、あ、じゃあここって。対するピッチャーは今シーズン屋久島アイランドから移籍となった外国人投手のアイギス。さあ、第1球を振りかぶって投げます。これ見送りストライク。まずはスライダーから。今やリーグ規定の速球投手と言っていいアイギス。今日もすでに球数90球を数えながら、未だ300キロ台を維持しています。待てて、タイム、タイム。おっと、よりタイミングを嫌ったか。てか、アイギス。順平さん、今は試合中であります。なんでアイギスがマウンドにいんだよ。ポジションはピッチャーであります。そうじゃなくて。さあ、次は真っ向勝負であります。おっと、アイギス問答無用で第2球振りかぶった。しょう、インコース気味にストライク 2! これは速い。電光掲示板の数字はあわや200マイル。まさしく弾丸ストレート。てか、もはや弾丸だろう。順平さん、頑張らないとツーナッシングであります。こんなん打てるか。つか、インコースとかやめろよ、うっかり死ぬだろう。デッドボールはデッドするボールであります。違うから。順平さん、勝負の世界は非常なもの。今こそ目を覚まさせてやるであります。さあ、第3球振りかぶった。より、これはいよいよ人生モンストラックアウトだ。実況。第3球発射。発射。